皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はですね、データの復元の話なんですけど、皆さん誤ってデータ消しちゃったことありません？で、そういう時に使うのがデータの復旧ソフトなんですけども、私ね、やっちゃったんですよ、つい先日。ニコンのね、 ZF と Z6II を、ニコンさんからお借りしまして、ノイズの比較をしようと思ったんですよ。で、そしたらですね、消えちゃったみたいなんです、データがね。だからデータをこれから復旧しようと思うんですけども、これからですね、データ復旧、私がどういう風にやってるのかっていうのをお見せしたいと思います。じゃあ行ってみましょう。今回ご紹介するソフトはですね、私が使ってるソフトなんですけども、ワンダーシェアっていうメーカーのですね、リカバーリットっていう、ソフトを私使用してるのでご紹介したいと思います。このワンダーシェアのリカバーリットっていうのがですね、いろいろ動画とかね、写真とかデータが復元できるってやつなんですけど、いろいろプランがあるんですよね。いろいろプランがあります。ここに、どういうことができるかそれぞれね、書いてあるんですけども、私の場合、動画も、写真も両方復元したいときあるし、あと今ね、NASを使っているので、そのNASの復元とかでも利用できるようにということで、このリカバーリットアルティメイトプラスっていうのを使用してます。これの永続ライセンスですね、2PC で使える、永続ライセンスで使ってますが、これが今2000円オフなんだね。14,980円ということで、1万5000円ぐらいで購入できるやつですね。これを使ってます。写真だけの人はリカバリットプロとかで 1PC でやっちゃって問題ないかなと思うんですけども、5PC とかね、企業で、使う方は5つのパソコンでそのデータ復旧ができるような感じでっていう環境作りに、この1年間プランっていうのも用意されていたりします。今これリカバーリットを、起動したところですね。で、それからニコンの ZF、 パソコンにニコン ZF の復元したいデータが入ってたと思われる SD カードを今挿してここに読み込まれています。この時注意なのが、データ復元したいっていうものがあったとしたら、なるべくなんですけど、自分の経験上ですけどね、データ復元ソフトってやっぱりその全部が全部自分の思い通りのデータを復旧できるっていうわけじゃなくて、やっぱり戻ってこない場合もあるんですよ。だから余計なアクセスしない方がいいっていうか、逆になんかこんな昔のデータ復元しちゃうのみたいなのも出てくるんですけど、とりあえずデータが復元したいなと思ったら、とりあえずそのままにしておいて、削除してしまった次の作業が復元みたいな感じになるように、余計なことをしないでこの状態になった方がいいです。で、ニコン ZF ですね。これデータだから 81GB ぐらいまだ入ってるんですけど、もう何もせずにこれスキャンします。はい、高度な復元機能をお試しください。試してみましょう。はい、でもう一回スキャンしましょうか。はい、でここで動画のファイル何、復元しますみたいな感じで出てくるんですね。で、今回動画のデータは、復元はしないんですけども、通常はこの MP4 と MOV ですね、この2つが復元されるのかなと思います。はい、で一応これチェック入れたまま行ってみましょうか。開始ってやります。そうするとスキャンが始まります。で、これですね、このセクターを読み込み中って下にありますけど、とんでもない量の、データを読み込みしている、読み込みっていうか、このデータを復元してるみたいなんですが、写真だけだとね、10分ぐらいかな、かけておけばとりあえずデータ復旧できるかなと思うんですね。これ今数字がどんどんこれ増えていってる状態なんですけど、データを復元しているというか、その復元できるデータをこう、プレビューしているところですね。なのでこのまま10分ぐらいですね、とりあえず待ちたいと思います。はい、では今15分放置しました。もう19,957枚復元してきてくれてるみたいですね。で、画像の方をちょっとクリックしてみ、こうダブルクリックして見てみると、ニコンコーポレーション出てきましょう。どっちかな。で、今回復元したのはローデータなので、
このローの方ですね。これチェック外しとこうか。その他の写真はこれ何入ってんだろう。あ、JPEG。あ、こっちも、ローデータ入ってますね。チェック外して、この、ローデータ。あ、あったあった。これはこれこれこれ。これが欲しかったのよ。で、これをチェックして、これが ZF のローデータなんですよ。星空画像のね。で、この後もう一回撮ってんだよな。これ消しちゃったデータと同じ日に撮影していたデータなんですよね。この辺かな？あ、あった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 。これだこれこれだ。これと、これと、この辺かな？復元したいデータを今チェックしていってます。今回はその消しちゃった、星空画像ですね、検証用のローデータだけあればいいので、今2100ファイル選択って書いてますから、そんなにいらないんだよね。あ、でもこれでなんとかレビューができそうですね。こんなところかな。うん、16ファイル、そうですね、そんなもんですね。あとはいいかな。これで復元するをクリックします。はい。で、そうするとどこに復元しますかっていう風に出てくるので、じゃあこのとりあえずボリューム H っていうところに新規フォルダを作って、ZF ローとかにしますね。ローとかにして、ここにじゃあ保存をしましょう。 ZF ロー、はい、復元する。はい、復元できました。 ZF、 今すぐ復元したフォルダが開きましたね。あのボリュームエッジ ZF ローの中にリカバーリット、まあ日付ですね、2013年10月13年9時45分のデータで G 出てますけど、フォトニコンコーポレーション深いな。あ、よかった。これでレビューができそうですね。よかったです。まあこんな感じでですね、今回は写真だけ復旧しましたけども、やっぱり動画のデータの復旧とかもできます。まあ、プランによって確かその写真だけの復旧だったりとか動画もできたりとか、そういうの変わってくるので、自分に合ったプランをですね、使ってみていただければなと思います。で、まあこういうデータ復旧ソフトってね、あった方がいいですよ。やっぱり今回みたいに何やるか分かんないし、私なんてあっちこっち行ってで写真撮って動画撮って、でそれ取り込む間もなくバックアップだけ取って次の撮影に行ったりとか、まあそういうこともあるので、まあ、自分とかはね、本当にこういうソフトがないと仕事できないっていうか、もういざという時困るので絶対使ってるんですけど、皆さんもまあ似たような経験のある人はですね、データ復旧ソフト、使ってみるといいと思います。はい、今日はワンダーシェアのリカバリットを、ご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お会いしたっけねー。